FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。11月2日木曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーな沖永通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日のお相手はさゆこと橘さゆりです。これからの1時間どうぞお付き合いください。FM 那覇の朝の番組モーニング那覇でございますが、この番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。さて11月ですね、入りまして2日目ということですね。旧暦は9月の14日、まだ旧暦では9月なんですね、はい。沖縄もですね、少し寒くないですね、涼しくなりまして、まあ、朝夕はね、本当に肌寒いなーっていうのね、頃合いを感じますけれども、いえいえ、でもね、日差しはまだ強いです。はい、本当にね、まだね、こう日傘を手放せないというような、ね、状況なんですけれども、道行く観光客の皆さん、半袖姿で、道を、ね、歩いておりますけれども、本当に衣替えというものがあると思うんですけれども、11月に入りましてね、沖縄でも衣替えというような声が聞こえてくるかなと思いきや、今年は例年より遅いような感じがしますね。学校であったり会社であったり、そろそろね、クールビズから、スーツネクタイ、そして、冬服というふうにね、変わる頃だと思うんですけれども、まだまだね、今年はそんな声ないですね。はい、本当にいつになったら、秋よ実りの秋、こうするの快適な秋を迎えられるのかなと思っておりますけれども、まあ、このね、暖かいということは実はいいことなのかなというふうにもね、思いますけれどもね、はい。さあ、衣替えと言いますとね、私実は昔から、ですね、その衣替え、衣装を変える季節の変わり目に、秋冬物から夏物に変えるというこの仕事がすごく苦手で、いや、もうどうしようかなと思ってたんですけれどもね、ある時期からこう一年中夏物冬物を出すというふうに決めました。もうめんどくさいと思いましてね、クローゼット開けますと、おおむね右側は秋春夏、そして左側は秋冬というふうに右か左かというふうに分けて、使い分けておりますのでね、なのでこの季節の変化にも、対応できるなと思ってたったね、この1年にこう2回かなの衣替えなんですけれどもね、少しでもこう楽だなというふうに感じてるんですけれどもね、はい。さあ、今日のテーマなんですが、そうですね、少しだけ秋っぽいかなという、ことを意識しまして、秋の美味しい食べ物、秋の美味しい食べ物をテーマにお届けしたいと思います。秋は本当に1年の中でも、いろんなものが美味しくいただける時期なんじゃないかなというふうに思っております。どうぞ皆さんの秋の美味しい食べ物、もうこれも食べましたよ、これも食べましたというのはね、まだ、これは食べてませんとかね、そういった、秋の美味しい食べ物にまつわるテーマ、話題をお寄せいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。メールアドレスです。780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp、 こちらまでお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信をしておりますので、そちらからもどうぞお楽しみください。それでは本日の1曲目お届けしましょう。今日はですね、パフィーで愛の印です。
モーニング那覇お届けしております。時刻は8時8分です。それではまずはじめに本日のお天気お伝えいたします。11月2日木曜日は旧暦の9月14日。お天気、東の風曇り、波の高さは2メートルでうねりを伴います。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温、那覇で27度です。少し涼しく、ね、過ごせそうですね。そして今日の潮です。今日は大潮、満潮2回目、午後5時51分、干潮1回目、午前11時42分です。続いて交通情報をお届けいたします。まずはじめに、那覇市内の交通状況ですね。那覇市内一部の地域で渋滞が起きております。まずは首里方面、鳥堀交差点から崎山向け、鳥堀交差点から坂田向け、そして鳥堀交差点から義母向け、首里山川付近、以上の箇所で渋滞が起きております。続きまして、古島方面から安里北、そして阿蛇方面、国道58号線上野谷から泊方面、同じく国道58号線前島付近、以上の箇所で渋滞が起きております。合わせて国場交差点から上間向け、中山交差点から早原方面、マダン橋から与儀方面、同じくマダン橋から小羽倉方面、こちらマダン橋から小羽倉方面、上下線で渋滞が起きております。そして国道329号線小羽倉から朝日町、朝日町から朝日橋、朝日橋から久茂寺方面、そして朝日橋の交差点から柿の花方面、国道329号線、山下南から山下方面、こちらでも渋滞が起きております。またおろくから山下南、そして国道331号線赤峰付近、那覇市内以上の箇所で渋滞が起きております。続いて高速道路です。沖縄道下り、西原インターチェンジから北中城インターチェンジ、工事のため規制中。沖縄道下り、金インターチェンジ付近、工事のため規制中。そして沖縄道下り、宜野座インターチェンジ付近、工事のため規制中です。沖縄道上り、許田インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ付近、工事のため追い越し車線の規制が行われております。今日もですね、晴れの日を迎えておりますが、ぜひですね、ドライバーの皆様、車間距離を取りまして安全運転で目的地までお進みください。以上、お天気と交通情報をお届けしました。本日のテーマは秋の美味しい食べ物と題してお届けしております。沖縄のこの天気ですとね、まだかき氷も美味しくいただける頃ではありますが、少し秋を意識しまして、秋の美味しい食べ物と題してお届けします。ツイキャスからもメッセージ届いておりますね。ありがとうございます。お芋さん、さゆさん、おはようございます。お芋さん、おはようございます。そして豚骨臭さんですね、遅刻じゃわっしょいということですね。いえいえ、大丈夫ですよ。そしてこの顔文字がね、この何とも言えない面白いですね、こんな顔文字あったんだ。
そして豚骨臭さんですね。テーマにちなみまして、ムカゴ食べたいなということなんですね。はい、ムカゴ、私実は初めてこのムカゴという名前を聞きまして、曲の間にどんな食べ物か少し、ね、調べたんですけれども、山の芋か、はい、山の芋か、山の芋族なんですね。はい、山の芋の、肉がですかね、こちらね、はい、まあ、お野菜なんですかね、こちら、ですね、こう黒い、なんだろう、こう種みたいな、アボカドの種みたいな写真が私の目の前にあるんですけれども、はい、これはどんな味がするんですか、このムカゴ。どういった食べ物ね、例えば煮て食べるとか、こう炒める、ふかして食べるなどね、いろんな調理法あると思うんですけれども、もしよろしければ豚骨臭さん食べ方、ムカゴの食べ方教えてください。そして沖縄では手に入るのかな、ね、ぜひね、手に入ったらトライしてみたいなと思います。そんな豚骨臭さんですが、はい、栗と銀杏食べたいなということですね。あ、美味しいですよね、栗も銀杏もね、この時期になりますとね、スーパーに並びますけれども、銀杏沖縄では手に入りませんね。県外にね行った時に初めて、銀杏を食べたんですけれども、すごく美味しかったです。シンプルにね、お塩をつけていただいたんですけれども、ああこんな美味しいんだと思う、ね、すごく感動した覚えがありますよ。栗と銀杏ですね。はい、そして、昔栗の木がうちの裏にあって無料で食べ放題、そうなんだ、無料で食べ放題だったなということですね。豚骨臭さん、いいですね、栗の木、やっぱり意外がのまま落ちてくるんですか。はい、こちらもね、沖縄にはないね、栗の木食べ物なのでね、すごく興味津々なんですけども、イメージでイガイガが道路に転がってこうパカッと割れてるとこを取るというようなね、はい、感じなんですけどもね。はい、そしてムカゴ、はい来ましたよ、ムカゴ。炊き込みご飯天ぷらが好きですということですね。なるほど、ご飯に入れたり天ぷらにするんですか。味は、小さな山芋ですということですね。あ、なるほどね、はいはいはい、そういうとこイメージがつきます。ね、美味しそうですね、はい、そしてお芋さん、ムカゴ、ホクホクして美味しいよっていうことですね。いや、いいな、食べたいな。沖縄で手に入りますか聞いたことないですよね。ねえ、県外にね行った時に少しスーパー覗いてみようかなと思います。そしてお芋さん、秋やっぱり松茸かな。はい、ですよね、松茸もね、香りがねすごくいいんですよね。以前に県外に旅行行った時に松茸の土瓶蒸しだったかな、そんなものをねいただいたんですけれども、香りがすごくね良くて、本物の松茸だっていう風にね感動しました。いつもね、なんだろう、お茶漬けサラサラのような松茸の元の、お吸い物みたいなしか食べたことないんですけれどもね、やっぱり松茸美味しいんですね。そんなにね食べたことないんですけども、はい、ね、お芋さん、実家にいた時には毎年おとんが取ってきて食べてたけど、一人暮らしになってからここ数年食べてないなということなんですね。はい、いいですね、お父さんが取ってきていただいたんですね。そんな近くに松茸があるんですね、ご実家の方にはね。じゃあこの時期には、ご実家に行ってぜひその松茸探しからされてね、召し上がってはいかがでしょうか。今ねとても旬ですからね。はい、皆様からの、メッセージ、秋のおいしい食べ物、はい、このメッセージにまつわるエピソードお寄せください。どうぞよろしくお願いします。モーニングナハお届けしております。
時刻は8時20分です。それではここで沖縄タイムスの紙面よりニュースをお伝えします。まずは27ページ社会面からです。クルーズ船で金塊密輸の疑い、中国人4人逮捕です。香港から大型クルーズ船に乗って金塊およそ27キロ1億2468万円相当を那覇港に密輸したとして沖縄地区税関と那覇海上保安部は1日までに関税法違反などの疑いでいずれも中国籍の男女4人を逮捕したと発表しました。那覇地検がこの日までに4人を起訴しました。那覇港における大型クルーズ船を利用した密輸は昨年12月の覚醒剤に続き県内は2例目で金塊は初めてです。続いて沖縄タイムス19ページ地域面からのニュースです。那覇市が2021年度の教養開始を目指し旧久茂寺小学校跡への建設計画を進めている新文化芸術発信拠点地の施設新市民会館ですが来年度の着工を予定しておりますが渋滞悪化を懸念する周辺住民がいるほか9月議会では議員から市民との対話が足りないなどの指摘がありこの施設の整備事業関連予算の補正が認められなくなりました。那覇市は11月に市内4カ所で説明会を開き改めて久茂寺での建設に理解を求めていきます。こちらそうですね、このスタジオからもほど近い旧久茂寺小学校跡地への建設計画なんですがそうですね、市民会館ができるということで私も少し一那覇市民として、この地域はどうかなやっぱり渋滞が起きるんじゃないかなというふうにね懸念をしておりますので、どうぞしっかり話し合っていただいて、そしてですねやっぱりアクセス大事ですからね、たくさんの方が集まる、そんな市民会館ですので、ぜひ効率のいい建物を作っていただきたいなと思います。以上沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えしました。モーニング那覇、今日のテーマは秋の美味しい食べ物と題してお届けしております。先ほどの銀杏という話が出ておりましたがお芋さんから銀杏好きだけどこの時期イチョウ並木がめっちゃ臭くてやばいかっこ笑というふうに届いております。はい、そうなんですよね。銀杏私はその匂いを試したこと嗅いだことはそんなにないんですけれどもなんか独特な匂いがあるみたいですよね。はい、それでねお友達が、お子さんが幼稚園だったかな保育園だったかなに通っててでポケットいっぱいにその銀杏を詰めてママは銀杏取ってきたよって見せたらしいんですよ。そしてそのポケットいっぱいにはぎっしり詰まった銀杏とそして独特の香りがするということでねもうあれにはびっくりした参ったということをね言ってましたけれども、そうなんですね。美味しいものにはやはりね、特徴のある匂いがついてるんですね。はい、そして豚骨臭さん行ってきますということですね。これから出勤なんですね。どうぞ行ってらっしゃい。今日も頑張ってくださいね。はい、さあ今日のテーマ秋の美味しい食べ物私も調べてまいりました。ですね、
まあ、アンケートを、ね、取ったところ、秋の美味しい食べ物ダントツの1位がこちらでした。何だと思いますか皆さん、秋の美味しい食べ物。これはね、男性女性そして若い方からご年配の方まで、ダントツの1位というふうにね、ノミネートされております。秋のサンマ、はい、美味しいですよね本当にね。いつも通常売ってるサンマより秋になると少しこうねぷっくらとまあ太ってるというか大きくて、やはり脂が乗ってるんですよね。それをね、グリルで焼いたりこう焼き魚にして、そして、ポン酢ですか、大根おろしとポン酢をかけると本当に美味しいんですよね。はい、それからの刺身でいただくという方もいらっしゃると思いますが、本当にねこの焼いた匂いでも秋を感じる一品ではないでしょうかね。皆さんサンマお好きですか？はい、まだまだ調べてみた秋の一品ありますけれどもね、後ほどお届けしたいと思います。あ、そして恋するかっちゃんさん、はい、いつもサポートしていただきありがとうございます。さゆさゆおはよう、リスナーの皆さんおはようございますということですね。テーマ何ということですが、テーマは秋の美味しい食べ物ですよ。かっちゃんさんの秋の美味しい食べ物、どうぞ番組までメッセージお寄せください。それではこの時間、うちなぐちなをお楽しみください。今日も元気よくうちなぐちなうのお時間です。今日のワードはこれ、あいやあいやあいやとは、予想もしなかった事態に遭遇したとき自然と出てくる言葉で、あらまあとかやっちまったくらいの意味。私の場合、コンビニで買い物をして帰ろうとしたとき、お客様と呼ばれ振り返ると、買った商品がレジのカウンターに。あいや、まただ。皆さんも経験ありませんか？今後私みたいに恥ずかしいことが起こった時にも迷わず使いましょう。あいや、まあいいや。しゃもじのうちなぐちなう。今日のうちなぐちはこちら。直視、これは沖縄の子供たちがよく使う擬音です。はい、というわけで今日はパーク小学校に遊びに来ています。イエーイ、カメラが好きな子供たちがいっぱいいますね。どうしてますね。じゃあ何人かインタビューしていきましょうね。あ、泣いてる子がいるな。僕どうしたの？ゴキブリ。ゴキブリ出たのか。友達が食べよった。食べよった。あいや、びっくりしたね。ちょっと島マスかけよった。あいや、おしゃれにゴキブリ食べることよ。飽きちゃうよな。クスした見えるやるわい。何の裏技言ってるわい。カカロット。カカロット、カカロット言うな。あっち行け、あっち行け。この子、痛いな、もう全く。なんだ、この子は。他の子インタビューしてみようかな。あ、元気な子。ちっちゃい。痛いな、僕。僕、いくつ？担任です。担任かい。痛い。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。電話番号 098-894-8282。いらっしゃい。屋台赤道ラーメン、醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。新都心に雪が降る？南の雪氷。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。
改めましておはようございます。11月2日木曜日、ただいまの時刻は8時31分になったところです。カルチャンプルーな沖永通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングナハ。本日のお相手はさゆこと橘さゆりです。後半の時間もどうぞお付き合いください。さあ、そして本日のテーマ、秋のおいしい食べ物と題してお届けしております。秋のおいしい食べ物たくさんありますよね。お芋さん、先ほどのサンマの話の続きですね。サンマってはらわた苦手なんだよねっていうことですね。はい、あのはらわたをね、あの黒いところですよね、これの処理するのも大変なんですよね。実はね、あの包丁のこう尖った先で腹をぐさっと刺してね、開けてそれを処理するという工程もありますけれどもね、腹わた、苦いっていう、食べるのも苦手、そして処理するのも大変なんですけれどもね、実はこの腹わたが好きっていう方もいらっしゃるんですよね。すごい食通なんでしょうか、すごく不思議なんですけれども、この苦みが美味しいんだっていう方もねいらっしゃいますけれども、はい、お芋さん、続きまして、魚って食べるのめんどくさいですよね、骨を全部きれいに取ってくれたら食べられるんだけどなって言ってますけどもね。お子さんのようですねいやいや、そんなことないですけども、はい、うちの家族もそうです。骨が苦手 で、で下処理でね、こうピンセットで一時期こうきれいに骨を抜いてたんですけれどもね、いやいや、それじゃあやはりね、自分で食べる練習をさせようと思って、その作業はなくて、そのままで食べなさいっていう風にね届けてますけども、本当にね、お魚って小骨がねちょっとめんどくさい時もありますよね。はい、そして美味しい食べ物もっといきますよ。さあ、そんな、サンマなどのね、おかずなどの美味しいおかずに、新米美味しいですよね、この時期ね。秋になるとね、本当にお米を美味しく感じる、特にこの秋のね、お米、新米は美味しく感じると思いますね。ふっくらとしたこうツヤツヤのご飯、あなたは何をかけて食べますか。はい、白いご飯をねいただくのも美味しいんですけれども、また炊き込みご飯もいいですよ。はい、炊き込みご飯、秋のね美味しいものたくさんありますね。まずは栗ご飯、はい、これも美味しいですよね。昔学校給食で栗ご飯が出たことあるんですね、まあ、年に1回ぐらいだったと思うんですけれども、でこの栗ご飯、なかなか大きなもの当たらないんですね。こう一生懸命かき混ぜてるので、ちっちゃなかけらしか、小さいかけらしかね入ってなかったりするんですけれども、たまにこうご飯を開けた時にね、少し大きめな かけらがあるとラッキーだなと思ったりしましたね。栗ご飯も美味しいですよね。それからさつまいものご飯もね美味しいですよね。そしてね、鮭のご飯、こんなのもあるんですね。はい、下味を絡めた鮭をそのままジャーに入れて炊き込みますということなんですけどもね、その中にですね、タケノコの細切りを入れるのもいいです。美味しいです、美味しそうですね。そしてその出来上がった鮭ご飯ね、それにイクラを散らして親子炊き込みご飯にするのもまたいいですということなんですけど、あ、そうですね、そういった食べ方もあるんですね。美味しそうですね、鮭ご飯、これもちょっとね、トライしてみたいなと思います。そしてこちらも外せないでしょう、きのこご飯、いかがですか、ね、秋はきのこも美味しい時期ですからね。しめじ、えのき、まいたけ、エリンギ、そして先ほどねお芋さんおっしゃった松茸もいいですよね。このきのこご飯ね、家庭でも手軽に作れます。本当に切り刻んでジャーの中に入れて、ちょっとお出汁とかねお酒を入れて調味料を加えてスイッチオンしたらもう炊けてるというのね、レシピ、私は、難儀さなのでめんどくさがりなので、そう手軽に作っておりますけれどもね、きのこご飯も美味しいですよね。ただ一度水の加減がわからなくて、すごいこう柔らかなおかゆのようなきのこご飯を作ったこともありますけれどもね、そんな時は家族も誰も手もつけずにね、この大量のきのこご飯、べちゃっとしたきのこご飯どうしようかなっていうふうにね悩んだこともありますけれども、さあ、そんな秋のおいしい食べ物テーマにお届けしております。どうぞ皆さん番組までメッセージお寄せください。
それでは本日の3曲目をお届けしましょう、ラッドウィンプスで全然前世です。モーニングナハお届けしております。時刻は8時39分です。それではここで沖縄地方の天気予報をお伝えいたします。本日は旧暦の9月14日お天気は東の風曇り、波の高さは2メートルでうねりを伴います。今日の降水確率、この後深夜0時まで 10% です。本日の気温、日中の最高気温は那覇で27度です。今日は、大潮です。満潮2回目午後5時51分、干潮1回目午前11時42分です。また現在本島中南部に警報注意報は出ておりません。続いて交通情報です。まずは那覇市内の交通状況をお伝えいたします。那覇市内一部の地域で渋滞が起きております。まずは首里方面です。鳥堀交差点から崎山方面、鳥堀交差点から首里城、酒田、そして義母交差点、山川付近、首里地区以上の箇所で渋滞が起きております。続いて安里北から古島方面、首里方面から、安里交差点、安里交差点から草原寺向け、国道58号線泊方面、同じく国道58号線前島付近、以上の箇所でも渋滞が起きております。そして寄宮交差点から国場向け、寄宮交差点から境町方面、こちらは上下線で渋滞が起きております。続いて中山交差点から灰原向け、そして坪屋方面から余儀交差点、右交差点から、マダン橋向け、マダン橋から小羽倉方面、こちらは上下線で渋滞が起きております。国道329号線朝日町から朝日橋方面、国道329号線山下南から山下方面、国道331号線赤峰付近、那覇市内以上の箇所で渋滞が起きております。続いて高速道路です。沖縄道下り西原インターチェンジから北中城インターチェンジ工事のため規制中、沖縄道下り金インターチェンジ付近工事のため規制中、沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近から戸田インターチェンジ付近工事のため規制中、沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近から戸田インターチェンジ付近工事のため規制中、沖縄道上り戸田インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ付近工事のため追い越し車線の規制が行われております。また故障車が1台確認されております。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近で故障車が1台あるということですね。お近くを通られる皆さん、どうぞ、気をつけていただきながら安全運転でお出かけください。以上、お天気と交通情報をお届けしました。
モーニング那覇、今日のテーマ、おいしい秋のおいしい食べ物についてお届けしております。先ほどですね、炊き込みご飯もおいしいですねっていう話になりましたが、はい、恋するかっちゃんさんもおいしいもの、松茸ご飯というふうにね、おっしゃっていただきました。あ、いいですね、皆さん松茸ご飯身近なんですね。沖縄あまりないかな。売ってることは売ってますね、たまに、そんなに多くは見ないんですけれどね、うん、あと真空パックされたものとかね、でそういったものもあるんですけれどもね、松茸ご飯香りも良くて美味しいんでしょうね、はい。そしてかっちゃんさんですね、テーマは秋の美味しい食べ物、かっちゃんはね、栗ご飯、はい、美味しいですよね。そして焼きなす、あー、いいですね、焼きなすもね、秋のおなすは美味しいって言いますよね、はい、その焼きなす、それから、かっちゃんの釣った、タチウオのバター焼きかなということですね。はい、タチウオを釣るんですね、かっちゃんさん、いいですね。あ、バター焼きが一番美味しいですか。うん、美味しいですよね、バター焼きにして、沖縄ではよく白身魚に、ニンニクを少しそのバター焼きに加えて食べるところもありますけれども、まあ、シンプルにね、お塩バターなど使ってもねすごく美味しいですね。いいですね、タチウオ釣ったらぜひモーニング那覇までもお寄せくださいと行きたいところなんですけれども、生ものですからね。なんせね、取り扱いが大変だと思いますので、ぜひ美味しく召し上がってください。さあ、この後も皆様からの秋の美味しい食べ物にまつわるメッセージお待ちしております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いいたします。それではモーニング那覇、本日の4曲目をお届けしましょう。こちらもこの食べ物も美味しいですよね。矢野明子でザ・シチューお聴きください。時刻は8時48分です。それではここで沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えします。こちらは25ページの社会面です。那覇の台所と言われておりますノーレンプラザが本格的にオープンをします。ノーレン市場から移転した店舗や新店舗が入居する新施設ノーレンプラザが1日本格的にオープンをしました。午前中から買い物客や飲食店に訪れた客で賑わいました。今月5日まで開店セールを開催しております。ノーレン市場から移転した店舗なども営業し、そして新たに入った果物やそして飲食店にも続々と買い物客が訪れていました。そして近くに住む、孫に会うついでに週4日から5日、農連市場に通っていたという山中涼子さんは、野菜や果物は安くて、同じ値段でもスーパーの2倍の量がある。新しくなって、雨の日も買い物ができるようになったと歓迎しています。農連プラザは、およそ120店舗が入居するしておりますが、工事遅れなどでの影響で、オープンが11月の末にずれ込む店舗もあります。以上、沖縄タイムスの紙面からニュースをお伝えしました。78.0 FM Naha You
your radio station. モーニングナハ、もう間もなくお別れの時間ですね。ギリギリまで皆さんと一緒に、テーマについて楽しくトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、メッセージ届いておりますのでご紹介いたします。こちらは、はい、ガオガオアット北海道さんからです。ありがとうございます。いや、北海道ね、この秋もう美味しいものたくさんあるでしょうね。はい、楽しみです。秋の味覚といえばやっぱり北海道は芋でしょう。ああ、お芋。そうですよね。収穫時期になると食卓にジャガイモメニューが増えてくるだけならまだしも、小学校の時は土曜日学校から戻る と、ですね、お昼ご飯の代わりに食べなさいという手紙と一緒に蒸されたジャガイモとかぼちゃがテーブルの上に延々と置かれているという状況ですすごいですね。まあ、美味しかったからいいんですけどね、ということですね。はい、美味しいですよね、じゃがいも。全然ね、あの北海道産のじゃがいも味が違う。これはね、最初いただいた時に感動しましたけれどもね、物産展で売ってたんですね、この北海道のじゃがいもということで、まあ、一緒かなと思いながらね食べたんですけどね、あの沖縄で売られているジャガイモ、まあ、各地のジャガイモを、ね、取り寄せていると思うんですけれども、味がね全然違いますよ。はい、そのジャガイモがね、お昼ご飯の代わりに食べなさいこの手紙というのがシュールですね、すごくねお昼ご飯に、ジャガイモとかぼちゃが置かれていたということなんですね。はい、そして、ガオガオアット北海道さん、今はめちゃくちゃジャガイモの種類も増えて、食べたことのない、ブランド芋もたくさんありますが、東屋、そして北あかり、ああこういったねブランドのお芋もあるんですね。そして赤い色をしたジャガイモ、シャドークイーンとかも美味しくて好きです、ということですね。やはりあの北海道のご出身ということでね、あのジャガイモには詳しいんですねすごいすごい、私も初めて聞きました。東屋北あかり、シャドークイーン、あー、赤色っていうのはあの外側が赤色ではなくて中が赤色なのかな。いろんなねこう購買して、より美味しくより食べやすくといったね、お芋なんでしょうかね。はい、ありがとうございます。北海道ならではということでね、秋の味覚ジャガイモ、お寄せいただきました。ありがとうございます。さてさて、このねお野菜ということも出ましたが、秋に出てくる野菜ですね、美味しいものたくさんありますよね。秋のお野菜なんといっても、キノコじゃないですか皆さん、椎茸、しめじね、なめこ、そしてかっちゃんさん、お芋さんがお好きといったね、松茸ありますけれども ね、ですね、私あの舞茸の天ぷらをね、最近あの美味しいお店さんでいただきまして、やっぱりこれだよなと思いながらね食べてたんですけれども、他にもね芋類もありますし、あとレンコン、そしてねさっきの秋ナス、秋のおナスというふうにね届きましたけれども、あのおナスなんですが、実は青ナスっていうのがあるの皆さん知ってました？青ナスです。ナスってこう外側が紫でしょ？でも青ナスはね青いんですよ。写真見たら。あね、こんなお芋もあるんだなと思ったんですけどもね、水分が多くて、そして加熱するととろける食感になりますというご紹介でしたけどね。まあ、そんなね美味しいものもあるんですね。はい、他に果物もありますよ。秋の果物美味しいものねたくさんありますね。はい、実はですね、果物情報サイト果物ナビというものがありましてね、そこでは果物図鑑といって、例えばこう秋の果物ってクリックすると、たくさん、秋の果物が出てくるんですけれどもね、イチジク、柿、そして温州みかんですか、でもちろん栗もあります。あとザクロ、そしてブドウですね。ブドウも美味しいですよね。あとそうそう、リンゴも忘れてはならない一品ですよね。あと梨もありますね。はい、たく
さんあります。あと、カリン、プルーン、そして沖縄ではドラゴンフルーツもね、まだ食べられるのかな。そんなね、果物ナビという情報サイトもありますので、そちらもね、見ていただくと楽しい話題が、話題というか果物がありますので、よろしければチェックしてください。そして番外編です。秋の美味しい食べ物番外編、こちらは、この時期になるとこれっていう方もいらっしゃいますかね。月見バーガーはい、某ファーストフードで出てますね、月見バーガー、これもね季節を感じますね。それから秋限定のハーゲンダッツ、和栗味、そしてパンプキンというふうにね続いておりますけれども、その美味しい食べ物に合わせまして、秋のビール、秋味、ビールの秋味出ますね。それから日本酒、ワインというふうに続きます。はい、ということでまとめてお届けしましたが、本日のテーマ秋の美味しい食べ物、皆さんからお寄せいただいたメッセージ楽しく読ませていただきました。ありがとうございます。さあ、そして今日も一日スタートしましたのでね、どうぞ皆さん、良い一日、素敵な一日をお過ごしいただけたらなと思います。合わせて週末も、どうぞ充実した週末をお迎えください。明日のモーニングナハはレナちゃんの担当です。どうぞ明日もこの時間、お楽しみくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。さゆでした。ありがとうございます。